こんにちは、シャマクロです。今回は Python からボイスボックスを使用する方法を解説します。ボイスボックスとは無料で品質のいい音声を合成することができるツールです。今ご視聴いただいているこの動画でも使用しているように代表的なズンダモンの声を作成することができるツールです。通常ボイスボックスはインストールしたアプリの画面上で操作して使えますが、この動画では Python で書いたプログラムからボイスボックスを実行して入力したテキストに応じた音声を再生する方法を紹介します。キャラクターの種類を変えたり話す速度を変えたりなど、アプリの画面上と同じ操作をすることができます。非常に簡単にできるので、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。では今回紹介する内容の概要を説明します。はじめに Python からボイスボックスを実行するための全体像を説明します。そんなことより実際の手順を早く知りたいんだという方はチャプターから飛ばしてみてもらえればと思います。 Python からボイスボックスを実行する流れはこの4ステップ。ボイスボックスを起動する。音声合成用のクエリを取得する。クエリから音声を合成する。音声を再生する。それぞれ具体的に説明しますね。まずボイスボックスをインストールし、アプリを起動します。画面上はアプリだけが起動しているように見えますが、実はこの時点でローカルに HTTP サーバーが立ち上がっています。この HTTP サーバーにリクエストを送ることでプログラム経由で音声合成エンジンを実行することができます。今回は Python で実行しますが、HTTP サーバーにリクエストが送れるのであれば何でも構いません。ボイスボックスを起動した後は何らかのテキストを入力して音声合成用のクエリを取得します。ここで取得したクエリはそのまま音声合成に利用できますが、和速や音高などを変更する場合はこのクエリデータを書き換えることになります。次は取得したクエリを元に音声合成のリクエストを送信します。するとウェーブ形式の音声ファイルが返ってきます。最後にこのウェーブファイルを Python で再生すれば、入力したテキストを元にボイスボックスの音声が出力されます。以上の全体像を把握しておくと、以降の説明で何をしているのかが理解しやすいと思います。ではこの全体像を踏まえて実際に準備をしていきましょう。まずこれがないと始まりませんので、ボイスボックスをインストールしましょう。公式サイトにアクセスしたら、画面中央に表示されているダウンロードをクリックします。概要欄にボイスボックスの公式サイトへのリンクを貼っておくので、そちらからもアクセスできます。ダウンロード選択画面ではお使いの PC にあった項目を選択してダウンロードをクリックしてください。ここでは Windows OS で CPU のみに対応したモードを選択しています。インストーラーの保存先を聞かれるので、適当な場所にダウンロードしてください。ダウンロードしたインストーラーを起動して、画面の指示に沿ってボイスボックスをインストールします。ここまでできたら、あとは Python からボイスボックスを使用するためにボイスボックスを起動しておけば準備 OK です。ボイスボックスのアプリを起動している状態で、すでにローカルに HTTP サーバーが立ち上がっているんでしたね。HTTP サーバーとしてちゃんと機能しているかどうかを確認しておきましょう。ブラウザを開いてこの URL にアクセスしてみます。このようなドキュメントが表示されれば、問題なくボイスボックスが HTTP サーバーとして機能していることになります。ここからは Python のプログラムからボイスボックスを使用する方法を解説していきます。最初にPython で先ほど確認したサーバーにアクセスして使用可能なキャラクターの一覧を確認してみましょう。リクエストライブラリを使用するので、このコマンドを入力してライブラリをインストールします。先ほどの HTTP サーバーのホストとポートを指定してから、スピーカーズというエンドポイントにアクセスしてデータを取得するプログラムを書きました。返ってきたデータを JSON 形式としてターミナルに表示するだけの単純なプログラムです。このプログラムを実行してみると、使用可能なキャラクターと声の種類が JSON 形式で表示されました。正しいデータは取得できているのですが、このままだと非常に見づらいですね。リッチライブラリからプリントメソッドをインポートして既存のプリント文を上書きしておきましょう。
リッチライブラリは簡単に導入できるにもかかわらず、非常に効果の高いライブラリです。使い方については過去の動画で紹介しているので、ぜひそちらも見てもらえればと思います。リッチなプリント結果になったことで、データの可読性が向上しました。得られたデータを見ると、各キャラクターの声の種類ごとに ID が割り振られていることがわかります。例えば、四国メタンのノーマルの声は ID が2で、あまあまの声は ID が0のように、重複しない ID の値がそれぞれの声の種類ごとに決められています。後でこの ID を使用するので、使いたい声の ID をメモしておくといいですね。次はテキストを入力してボイスボックスの音声で再生するための実際のプログラムを紹介します。このプログラムの最初でボイスボックスの HTTP サーバーのホストとポートを指定しています。スピーカーの値にはさっき確認したキャラクターの声の種類一覧の ID を指定します。ここではズンダモンのノーマルの声である3と指定しておきます。それ以外の部分は4つの関数でできています。1つ目は音声合成用のクエリを作成する関数です。引数として与えられたテキストをもとにボイスボックスにリクエストを送信してクエリを作成します。2つ目はクエリをもとに音声合成を実行する関数です。1つ目の関数の戻り値であるクエリを引数として与えることでボイスボックスのエンジンを使用して音声合成を実行します。3つ目はボイスボックスで合成した音声を再生するための関数です。2つ目の関数の戻り値であるウェーブ形式のデータを引数として与えることで音声を再生することができます。4つ目はユーザー入力されたテキストをもとにそれまでの3つの関数を順に実行するための関数です。結果として4つ目の関数を実行することでユーザーが入力したテキストからボイスボックスの音声を合成して再生するプログラムを実現しています。それではこのプログラムを実行してみましょう。こんにちは、僕はズンダモンなのだ。僕はずんだ餅の妖精なのだ。ちゃんと入力したテキストを読み上げることができていますね。ちなみに作成したクエリの値を書き換えることで和速や音高、抑揚などの設定値を調整することができます。試しにクエリーデータ変数の中身を見てみましょう。こんにちは、僕はずんだもんなのだ。帰ってきた JSON データの一番下を見ると各設定値の情報がクエリの中に入っていることが確認できます。このようにアプリの画面上ではスライダー式で表示されている設定値がそれぞれの設定と対応しています。例としては速を 1.5 倍にしたい場合、このようなプログラムを追記して値を書き換えれば OK です。この状態で先ほどと同じテキストから合成した音声を再生してみましょう。こんにちは、僕はずんだもんなのだ。設定通り早口で音声が再生されましたね。このように簡単に設定を変更できるので、ぜひいろいろ遊んでみてください。今回は Python からボイスボックスを使用してテキストから音声を再生するまでの方法を解説しました。今回紹介した2つのプログラムファイルはサンプルとして私の GitHub に公開しておきます。概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はぜひ遊んでみてください。話すキャラクターやその設定を変更したり、複数をまとめて音声合成したりすることもできます。その他の使い方については、ご自身でボイスボックスを起動してから公式ドキュメントにアクセスして確認してみてください。
それと今回はアプリ画面との比較も見せたかったので、分かりやすく普通にインストールしましたが、実はアプリ版をインストールしなくてもボイスボックスのエンジン本体だけあれば今回と同じことができます。公式の GitHub リポジトリにアクセスすればエンジン本体だけでもダウンロードできるので、画面上での操作はしないよという方はそれでもいいかもしれません。以上、シャマクロがお送りしました。このチャンネルでは AI や Python などのテーマで知的好奇心をくすぐるような動画を投稿しています。この動画が良いなと思ったら高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。